10時くらいまで配信できそうなのでやります。本当は昨日の夜やろうと思ったけど結局できなかったので今日の朝やってます。イエーイ、おはよう。眠い。でも今日はめっちゃ寝れたんですよ。ね、でも昨日ね、もう12時にはもう布団に入ってもう寝れる、いつでも寝れるみたいな状況 で結局ちょっとハッツと、ね、電話してて1時くらいに寝たけど、でも今日は朝は早くなかったので、何時に起きたっけな、8時、あ、違う、7時45分に起きたんだ。7時45分にアラームかけたから。だから6時間45分も寝ました。寝た。久しぶりに、こんな寝た。うん。マジで愛媛にいると規則正しい生活になるから早寝早起きできるから、ずっと舞台の朝公演が2日続いてたから、だってもう朝公演だったら今もうやばいやばい準備間に合わないって、準備してるとこだもん、メイクやってみたいな、衣装着替えてとかしてる時間だもん。だから今めっちゃなんか罪悪感というかめっちゃ心配になっちゃう、こんな時間に普通に配信してるのが。10時半の舞台だったらあれだからね、今日は14時公演なのでまだめっちゃ時間がある。だから今日はちょっと余裕がありますね。ゆっくり起きてゆっくりご飯食べていい朝です。朝ご飯食べました。久々のネギとなった、少し、いや重くは感じなかったけど、なんだろう、筋肉痛がやばいです。なんかさ、やっぱり久しぶりにもう1ヶ月ぶりに劇場公演出ますとか2ヶ月ぶりに劇場公演出ますってなってもここまで筋肉痛なんないし、すんごい久しぶりに出てもあ全然筋肉痛大丈夫でしたって私よく言ってるじゃないですか、筋肉痛意外と大丈夫でしたみたいな、体力も全然いけたし筋肉痛も割と大丈夫でしたとか言ってるけど、舞台って全然使う体の使う筋肉というか違うんだなって思いました。普段なんないところが筋肉痛だって、だってすごい、全然あんなさ2時間劇場で踊り続けて筋肉痛なんないのに舞台でここまでなる、だってまだ残ってるもん、全身使いますから、やっぱりすごい本当にいろんなところ使ってるんだなって改めて実感しました。これだけ2ヶ月やってないとこんなに痛みなの、なんだろう、悩まされるんだと思いました。すんごいストレッチとかめっちゃ入念にやってるんですよ。マッサージもいつもやんないくらいめちゃくちゃ念入りにやってるけど、それでもうめちゃくちゃきつい筋肉痛、もう歩いてるだけで痛いし足とか本当にすんごいんですよ。もう歩いてる、ただ歩いてるだけで
なんか太ももとか痛いし、もう今ほらこうやってちょっと動いてるだけでもこの腕の何二の腕あたり なんかもうよく分かんないところがさ痛かったりします。もう この動きだけもうこの動きだけでも痛いです。この辺とかさ筋肉痛になってる。すごい、いやいいことだなって思います。もうエネルギーの消費量がすごい。いえ、おお、最初で最後の加藤さんとの共演も今日含めてあと3回になるんでね、少ないです。もうあっという間、寝起きでもないよ。起きて2時間経ってます。でも寝起きの顔してるよね。顔今日めっちゃむくんでた。起きたらいっぱい寝たからかな。めっちゃ顔むくんでる。本番までにいっぱいストレッチしようと思います。顔も今めっちゃすっぴんです。おお、仕事お疲れ様です。髪の毛ってかつら違和感はないです。ないですよ全然ね変わんなかったけど、そのかつらつけた感じはそんな変わんないけど、どうなんだ私は分かんない。手伝ってくれてるスタッフさんはめっちゃ楽になったって思ってるかもしれないけど、でもちょっと計算外だったのが、なんか襟足が割と短くって切ったらちょっと大変な、絶妙にカツラつけるのが大変な襟足の短さで、一応許可はもらって髪を切ったんですよ。カツラつけるけどボブにしても大丈夫ですかっていう、顎くらいまで切りますっていうのを伝えて許可をもらった上で切ったのは切ったんですけど、絶妙に襟足が思ったより短くて、そう大変なんですよね。だからちょっと襟足伸びれって思ってますまあでもね、軽くなったか、なんかカツラつける前にこうやって髪をまとめるんですけど、その時点でもう前はそのまとめる時に髪がいっぱいだからなんかこう整えれるんですけど、だからもうそう、ちょっとした楽さがあるかな、なんだろうな。まあでもね、普段の楽さは違いますよね。もう髪洗うのとか一瞬で終わっちゃう一瞬でなんか泡立ちが違いますなんかね、シャンプーの量とかちょっと減りましたしね、使う量。なんかほら前はさ、ここまで洗ってたのがもうないわけじゃないですか。楽です。髪乾かすのとか、なんかもともと私髪乾くの早いんですけどなんかさ、お泊まりとか行ってさ、みんなに「えもう髪乾いたの?」って言われてたの。髪の量多い方だと思うんだけど、髪乾きやすい髪質とかなんかだけど余計に短くなったから、もう髪とかほんと一瞬で乾く、シャーンって終わっちゃう。もうマジで楽ですね、うん、絶対に本当に切ってよかったなって思うもん。その似合い度とか、やっぱり私はボブだなって改めて実感しました実感しました。どうだろう、どっち派なんだろう。切ったらすごい、まあそれはみんな似合ってると言ってくれるだろうけど、
好評です、周りからも割と。いいよね、まあ、今はこれが気に入ってるので。ありがとう、ありがとう。画質めっちゃいいよね、びっくりするよね、なんか全然違うよね、さすが。今まで使ってたのが、まあ、今まで使ってたのも11とかだったから、 iPhone11 とかだったからそんな古くもないんですけどね、まあ、4年使ってはいたけど、すんごい昔のあれじゃないですか。だけど私のスマホもポロ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 だったから、めっちゃ綺麗、なんか写真とか撮っててもさ、マジで全然違うもん、画質が。うん、ここからとりあえず伸ばすけど、またボブにするか。でも絶対に顔的にボブの方が似合う顔してると思うんだよね、自己分析的に。わかんない、気分でコロコロ変わるタイプだからね。急に何ですか、わかんないか。髪染めたいですよ。でもどうだろう、 今はそこまで染めたい欲ね、高くないか、まあ、舞台終わってからのあれですね、気持ち次第。これ私公演ね、ツイッターで動画載ってたじゃないですか、 AKB48 の公式ツイッターでいいねしちゃいました。やばいね、あれ熱いね。ステージに立ってる側だったら泣いちゃったっつったっともいいな、マリアちゃんの生誕祭、私も早く劇場出たい、マジで劇場に早く出たい。この画質見て変えるか考えてる。いやー、だいぶ画質こんなに変わるんだって、どんどん良くなっちゃうね、画質が。だって見て、うわ画質良すぎ、ちょっと良すぎて、良すぎて(笑)そうなのよ。やっぱりね、本当にファンの方のコールってめちゃくちゃパワーになる、もう慣れちゃってるじゃないですか。でも何年もこのコール なしでライブやってるから、だけどやっぱりあのコールを聞いたらこれだけパワーにつながっちゃうんだなって思います。楽しみ、早く劇場に出たい。いつなんだろうな、私が皆さんのコールを聞ける日はいつになるのだろうか。研究室、確かにそうだよね、まだ入って一度もコールっていうのものをこうやって実際に受けたことないからね。いやそう、マジでうわ早く劇場に立ちたい、いいな。楽しみ、超楽しみ、早く劇場立って戻りたいワク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 。もう54分じゃないか、眠今日いっぱい寝たとか言ってたのに、ね、眠い、ずっと眠い私最近。いや最近と言わさずずっと眠い。前鉄コンサートね、それこそ前鉄コンサートも声出し OK とかだったらね、あれだけのコンサート2日間いや良かっただろうけどな。でもあくまで AKB 劇場は OK だよ、どうなのね。
おっちゃん劇場はまだまだっぽいから、あの前鉄はダメそうだけど。早く劇場に出たい。前日もでも楽しみです。楽しみ。あれってチケットまだ売ってるんですか？もう終わってる？なんかすんごい。もう終わってる？さすがに。情報を知らない人で出てる側なのに。すごい。私このままアフタートークショーないのかなって今思った。どうなんだろう。さすがにうん、劇場以外のライブはその場所によりますね。基本ダメじゃない。あの4月のピアアリーナであるコンサートは声出しOK っていうのがもう発表されてますよね。されてます。まあまだね、徐々にって今解除されてる感じだから場所によってだろうけど、 AKB48 劇場は一応昨日から声を出してのコールは OK ですよっていう風になりました。チョコ食べた。マジで昨日チョコもらいすぎて、今週絶対ニキビできるねってみんなで話してた。今週みんな鼻荒れすごい。昨日舞台の時にね、あでもチョコを結局用意できなくってって言ってたじゃないですか。その東京でなんかいいチョコ買って持っていこうかなと思ったけど、結局もう時間的スケジュール的に予定がもう買う時間間に合わなくって、からその前日バレンタインの前日にあのスーパーでチョコ買ってそれを持っていきました。みんなあの女子たちでみんなチョコ買ったやつをお茶台に置いて、そうそう、バッターとかでなんかその辺にポイと置いといて食べてくださいみたいな感じで、しかもみんなからももらうからなんかねもらったのよ。すごい、あのなんていう、あの菊の役のほのちゃんからはあれなんだっけ、そうもらって急に、あと青ちゃんからももらって、伊藤葵ちゃんからもなんか高そうなねチョコもらって、やばくない？なんかこうやって箱にこうやってさ一つずつ入ってるやつ、高そうなチョコめっちゃ綺麗でさ美味しかった。超じっくりじっくり食べました。味わってモテモテでした昨日本当に。急にさハピバレみんな急に渡してくれ
嬉しかったです。モテモテでした昨日は。ちょっとホワイトデーのお返ししなきゃって思ってます。ホワイトデーの日はね、そう、もうホワイトデーの日は舞台ジョンマイラブ終わってるから、そうなんだよ。その時に渡せないっていう、ね。イエーイ、いいバレンタインでした。本当にでもだからチョコばっかり昨日食べちゃったから。あれね、ちょっとね、そう、早速さ、ここにニキビ、これニキビできかけてるみたいなってのがあってさ、怖い怖い。本当私食事とか生活習慣がちょっとで乱れるとすぐ分かりやすいが出ちゃうから、チョコって本当肌荒れちゃうから、まあ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 幸せなね、幸せなあれですから、いいよねバレンタインデーって素敵。素敵です。そう、でもいっぱいもらったから、ほんとスタッフさんとかにもらったし、ちょっとずつ爆食いしないように時間をかけて食べていこうと思います。嬉しい、幸せな日でした昨日。イエーイ。あと友達が昨日 LINE ギフトでハーゲンダッツの引き換え券みたいなやつ送ってくれた。最高、バレンタインデー。なんかでもメンバーもさ、チョコ作ってたりしたよね。私作らなかったけど、また余裕ができたらお菓子作り したいな。一時期あのコロナの期間とか、何だろう、一昨年くらいめっちゃお菓子作りハマった。なんかバレンタインデーに人にチョコあげるって最近、いや昨日したわ昨日したわ。いいよね、素敵だね。ホワイトデーにまたみんなにお返ししようと思います。ゴディバのショコリキさ、あれ飲んだことない、飲んでみたい私いっぱいもらっちゃったわ。なんか私さ、すごい大きい袋にさ入った、なんか一個ずつ包まれた、なんかこういうトリュフみたいなチョコ、こうやってキャンディーみたいに包まれたチョコがいっぱい大量に入ってる大きい袋に、それを一個買ってボンって置いてただけなのに、すごい高そうなチョコとかもらっちゃって逆に幸せなバレンタインでした。今何が、どんなの作りたいかな。最近全然お菓子作りとかしてないですけど、何がいいかな、何がいいのかな、ガトーショコラとか、なんかすんごい凝ったものを作ってみたいです、あ、10時過ぎてたわ。終わろうかな、もうする、もうすぐ、この後舞台に立つと思えないくらいゆっくりしてる。なんかもう変な感じです、心配になっちゃう。スクショタイム、あ、カヌレ作ってみたい。でもあれ本当にちゃんと手が込んでる、ん、手がかかるお菓子だよね。失敗しやすいっていうしね、カヌレは。私カヌレ作って一回失敗したらもう作りたくなくなると思う、そういう人間なので
一回失敗したら、ああもうカヌレいいわってなっちゃいそう。リベンジとかさしたいって思わないタイプだから絶対、ああもうカヌレは作らなくて買おうってなりそう。なりそう。想像できる？僕ない、私そう絶対そうなっちゃうわ。逆に一発で成功したら、え？カヌレ最高じゃん、もう一回作ろうって言って何回も作っちゃう。単純人間、うん、顔がむくんでるな、むくちゃん、顔がむくちゃん、寝起きの顔って感じ。いい、今日は2月15日、似合わなフード、怪しい人みたい。確かに2月で28日までだもんね、あっという間だ。もうさ今月もさ舞台終わってお話し会やってで前徹婚がまたあるし、前徹婚ももうすぐじゃん。え、私全然いけない。頑張る練習。頑張る。いや、あっという間でね、今月も。もう3月になっちゃうよ。いや、早い。頑張ろう。これ夜歩いたら通報される？出ちゃいそうだな。私目つき悪いから怖がられちゃう。こうやって振って歩くから。よし終わろう。終わろう。10時までと言いながら10時8分までやってしまいました。ランキングをでは読みます。13位橋之助さん、ありがとうございます。12位ももかんさん、ありがとうございます。11位ハブさん、ありがとうございます。10位オニオンナイトさん、ありがとうございます。9位ヒデトさん、ありがとうございます。8位まぼろしさん、ありがとうございます。7位天津風さん、ありがとうございます。6位トリオエイジさん、ありがとうございます。5位わさっぴさん、ありがとうございます。4位ムーチンさん、ありがとうございます。3位まさやさん、ありがとうございます。2位竹本さん、ありがとうございます。1位タートシさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。今日も頑張ろうね。じゃあね、バイバーイ。